見見れば見るほどです、はいまあ、先ほどのニュースでもありました、また日本人がね、今、拉致されて<ー>心配してますが、はい、風俗発電さんから頂い,いております、イスラム国の指定する時間が刻一刻と迫っておりますというのは、映画でこんな設定のやつようありますよね、はい、時間でもって、だーっとこう行くような、あれ、映画を見てても緊迫するのに、実際にこう、あることですから、これは。うん、ねえ。 私は以前アルカイダに拘束された韓国の方が助けてほしいと命乞いをしてその後処刑される直前までの映像と、その後の家族の方々の嘆き悲しむ映像を見ました。とてもショッキングな映像で、その映像が何日も何日も頭から離れなくて、心に深い深い傷を負った感じになりました。今回もし最悪の事態になった場合、 イスラム国がその様子をネットで流すでしょう。そのことにより多くの日本に住む人たちは心に大きな傷を負うことになってしまうと思います。日本政府は。 イスラム国と交渉するパイプを持っていないとも報道されています。報道によるとイスラム国の司令官とパイプのあるジャーナリストが交渉の、えー、仲介に入っても良いと言っているようです。日本政府はどんな手段を使ってでも二人を救出してほしいです。二人の命が失われると同時に多くの人の心が深く傷つくこと,くことを 考えてほしいと思います。おっぱい枕さん、今回の人質事件はイスラム国が引き起こしたというよりも、安倍さんが選挙に大勝ちしてしまい、国民の信頼を得たと、大勘違いから、強い日本を世界中にアピールしたくて、踏まなくても良い虎の尻尾を踏んでしまったことが原因ではないでしょうか。安倍さんに厳しい意見。うん。安倍さん頑張れという意見もある。いろんな意見もある中で。はい。はい この方はそのきっかけとなった虎の方を踏んだだろうと。しかし人質にされてしまった二人の映像は影の方向がえ違っているなど合成写真の疑いが濃いというものの、一週間経っても戻らない時は、ここに連絡してもらいたいとのメモを渡していったように、覚悟のイスラム国入りだったはず。そんな彼らですから、身の白金を払わずの救出に失敗したからとして、 恨みは抱かないでしょうが、本当に失敗したならば、正常不安定なところに、果敢に出ていく彼らからの情報に、えー、対して、えー、いるマスコミや国民からの、えー、弔意金っていうんですかね。うん、まあ、なんかこう、お金をですね、<あ> 1>, 1億円ぐらいは拠出してもいいのではないでしょうかね、と。 あのこれからも呼んできますが、あの2人に対して非常に厳しい意見と、はい、あのやはりこの方が言ったような、はいえー、なんでしょうかね、マスコミに対して情報を流すという一つのね、うん、それを僕らも情報として受け取って。 てたわけですから、はいうん、そんなやつの情報はいらんぞとは言ってなくて、そうやっぱり、えー、いろんなマスコミなんかもね、はい、その情報を得ていろいろ僕たちにも知ら知ることができた。った、はい、た。という、だからまあそこのところ意見が分かれるところです。はい、ディープスロー、ディープ素人さんからいただいておりますけれども、原油価格も下がっているし、油田を略奪した、うん、イスラム国の 懐事情はどうなんでしょうか外国から見る日本のイメージは、うん、アメリカの言いなり、財布君というようなことでしょうかね。うん、反,お反米勢力から見れば、武力行使がないので気楽に人質が,人質が取れる、ローリスクハイリターンな相手、人道支援とか、正論言ったところで金が欲しいだけのテロ,テロリストが聞きますかねこういう話が。 木登ギャンブラーさんから、さも安倍首相の中東訪問が刺激になったとされていますが、少し違うと思いますというのは、これ、安倍の話ですね。はい、さっきは、安倍さんがあかんやろうという。この人は、それは違う。人質の身の代金もそうですが、他にイラクやシリアの遺伝を強奪し、その原因を売買して資金にしていると言われていて、 半年前までは1日およそ2億円の原油収入と言われていました、しかし、昨今の原油安の影響で収入が減り、資金が困窮していることが主な原因だと思いますということで、うん、この方は、まあ、あの安倍さんがどうのこうのじゃないぞということですね、まあ、しかし、理由付けにされたことは確かですよね、あの本来、あのまあ理由探してたら、あ,あ、安倍が来たと。 ね。で、まあ、人質取ってやろうという。 <laughs> 彼らの宣言の中にも、そんな文言はちょっとありましたよね,あのねやっぱりこう資金不足とか、それから前々から言われてましたけれども、やっぱりあの全世界からいろんな人たちがわーとこう集まってきてっていうところの脅威みたいなのを言われてたけれども、やっぱりお金目的だったり、自分の国よりももっといいことがあるかもしれないって、割と安易にみんながわーっと寄っていったっていう部分もあるので、うん、実際に行ってみると、そうではないって思ったときに、統率力っていうのがやっぱあんまりないものですから、うん、なんか中の方からちょっとこう崩壊して、か界 してっちゃうみたいな段階に今、入りかけてるなんていう分析もあって、<る>でやっぱりそうすると、焦って、困ってっていう、あの何でもそうじゃないですか、うんあの、機嫌が悪い時に嫌なことされたら、必要以上にむっとしますよね、そういう状況っていうことも考えられますよね。いいろろもうちちちょっとね、うん、ごちゃごゃゃしてる時にあっ 安倍がなこと言ってるというのは理由にしたるかということはあるかもわかりませんしね。いやいや、もう本質、安倍さんにやってる本質がやっぱ彼らの あの行動に反することねとかまあ解釈もあるでしょうが、ねうん、まあ連動しているものですからこうパッキリ分けてねこれが原因であれは原因じゃないっていうのはなかなか考えられないかもしれないですけど。うんはい、カマチさんからいただいておりますが、うん、テロには屈しないと要求に応じず人質見、えー、見殺しにしてもどちらにしてもですねまあ解放したりとか人質見殺しにしてもどっちにしても安倍さん叩かれますよねこの場合どうしたらいいでしょうと、うん、上に立つ者の苦悩。 というのはそういうことですよね。さよなら日本、さよなごめん、さよならアメリカさ、よなら日本さんから、日本は太平洋にポツンと浮かぶダーツの的のような島国です。 しかもご丁寧に数十基の原発が国を囲むようにぐるりと海岸沿いに立ち並んでおります。テロリストにとってはこれほど美味しい標的はないです。安倍首相がどこまで自身の正義を貫けるのか、その覚悟が試されています。と同時に国民も政府の正義を受け入れるのか否か、真剣に考えなくてはいけません。日常の至るところに命の危険が潜んでいる時代の到来、政治家は 国民の声に真摯に向き合ってほしいものです。というのは、まあ。 予測はこういうことも含めてね、安倍さんがこう一連ずっと進めていること、うん、秘密保護法であるとか、うん、積極的平和主義であるとか、はい、いろんなこの間、憲法改正のことであるとかっていうのは、こういうことも全部含まれているということですよね。またこれも意見分かります、だからこそ憲法改正せなきゃいかないとかね、そういうのって全部これからこういうことを引き受けていく日本になるのか。 はい、今までずっとそんなことはなかったわけですもんね。はいうん、これも引き受けて、本当の独立国日本として、前を向いて歩いていくんだという意見もあるし、はい、またここは本当に一人一人ね、考えてもらわないといけませんが、オカルト・カンペイさん、それでも安倍氏を支持する理由は、この人安倍さん支持して、はいうん、それでも安倍氏を支持する理由は、今までのリーダーが結局何もできなかったのであり、 良くも悪くも安倍氏なら変えられるかもしれないからです。はっきり言って、あ、安倍氏なんて人間は大嫌いです。どどち <laughs> この人には、呼び始め安倍さん信じてるかなと思って呼びます大嫌いです。それでもこのまま日本がズブズブ沈んでいくのは残念です。悪あがきでもいいから何かやってくれと思うんですが、積極的平和ってなんだよ。どうも政治家が口にする平和安全自立自主的終戦というのは気に。 クアン彼らは言葉を歪曲する、すり替える、ミスリードする。積極的とはどういう意味だアメリカについて行きますか平和とは何だアメリカの平和は他国のトラブルに、えー、おらおら介入することです。戦うなら俺を通せです。私は望む。他国のことはほっとけ。日本は消極的平和でいいのだ。 トラブルに関わってよかったことなんて何もないぞ <laughs>、ね、<で>君子危うきに近寄らずっていうのは、中国の昔の言葉でもある、はい、で,で結局、安倍さんはどうなんですかでも、でもその中でも安倍さんしかやれる人はいないだろうと言ってます <laughs>、はい、ということね、なかなか複雑ですけど、まあ、そういうふうに思っちゃうという。文文句句はは言言う、うん、僕ららだってあの、ね、要は文句言ってて怒れれますけどそれはあの 政権政党だからこそ、文句言うわけでね、期待を込めてまあ言,うい言ってるわけ、うんあの、やれる人に対して、こうやってほしいって言う、はい言うだことだと思う、この最たるもんですね、ううこ,ねこの人はね、うんうん。それでも安倍を支持します、うん、でも安倍のやってることは、とまだまだた,たくさんのお便りは、ですねこの次のコーナーもあ続けさせてもらいます。 言えば言うほど、コニックスがお送りします。はい。ええー、というようなこともございまして、うん。まだまだいろありますが、あ、これはまた、こういうご意見もありますか木村平さん。まあ、さっきのね、安倍さんの理由、ね、安倍さんはダメだとか、えー、いいとかという理由、いろいろ皆さん、こう、書いていただいておりますけども、木村平さん。安倍首相が人質を解放するよう訴えた会見では、これ今、外国行ってますからね。はい。 その訴える会見をした後ろに、イスラエルの国旗がありました。うん、ね。これでは日本はこっち側に立っているよというようなもんとちゃいますか。うん、ね。 ISIS IS だけでなく普通のイスラム系の国はどう取るのでしょうか、うん。外務省の幹部も同行していたはずなのにまずいのではないですかね、というね。うん、よくあの、スポンサーのバック、商品名やらメーカー名ばーっと書いたところでよく会見。芸能人の人芸能人はやりますよね。うんはい、あれはあれで多くの。 効果があります。だけども、あの、効果がある、こういう効果もあるわけで、安倍さんのように。うん、あそこの前は、ダメだったんとちゃうんか、というのも、うん、まあ、一つの細かい配慮だと思います。はい。はい、えー、話の途中ですけれども、ここで CBC 交通情報をお伝えします。高架下の火災のため、運転を見合わせていた東海道新幹線の京都駅と新大阪駅の間の下り線は、先ほど運転を再開しました。 えー、高架下の火災のため運転を見合わせていた東海道新幹線の京都駅と新大阪駅の間下り線は先ほど運転を再開しました。市交通情報でしたはい、えー、ということであや安倍さんのちょっと会見した場所悪いとちゃうかと背景何もない方がいいんじゃない金屏風とかね、まあ、金屏風があるかどうか分かりません <laughs> 外国にね、はいえー、ディープ素人さんイスラエルというと えー、LSI チップやサーバーセキュリティなどの IT 技術やミサイル迎撃システムでニュースになった、えー アイアンドリームなど、軍事産業、原発を口実にした核弾頭保有国です。すり寄りたい人がいるんでしょうね、という。まあ、イスラエルを一言で言うと、どういう国だという時の、まあ、一面としてはこういうふうだというふうに言えますしね。うんうん、それから、建国の悲願を達成した国であったとかね。うん、いろんな、こう、言い方があるんでしょうけどもね。ある意味で、やっぱり、あの、まあ、 悪い言葉で言うと、癖のある国ですよね、さらっとした国ではなくて、いろいろ歴史があって、ここにいるぞという、いろんなことを抱えてる国ですねその国境をバックにいろいろ喋べると、なんか、どうやろうということですね。まあね、あそこにいるんだないうぐらいで捉えてもらえれば、たまたまあそこにいるから、あそこでやってるんだなと捉えてもらえれば、いいんでしょうけど、何かそこに意図を感じられるとってことか。リス・スさんイラエル国に 人2人が人質に取られましたが私は今こそアントニオ猪木議員の出番だと思います猪木、うん、議員はイスラム教文化圏で「猪木ペールワン」という称号が与えられており アラーの神が使わせた生ける戦いの神様という扱いを受けております。ね、今回は安倍首相が策を講じるよりも、猪木ペールワンが日本からの代表して交渉した方が相手も聞く耳を持つかもわかりませんし、猪木議員も実績を残すチャンスではないかと思いますという、そういうこと。猪木さんいろんなチャンネル持ってますね。北朝鮮なんかでもプロレスやっても満員にしてというようなことで、 えーまあね、普通の人は、あの,あの人はんやら、まあ、プロレスの人だけやないかというんですが、はいろいろと行動、活動をしている中に、はいろんなチャンネルがあるんだ今回もね、あの今回、日本政府がイスラム国のいわゆる外交ルートっていうのは持たないとするならば、うん、ありとあらゆる人の,あのチャンネルはこれから使っていかないかん。はい で、この間、あの、イスラム国に行きたいんだという、まあ、リクルートあっせんじゃないですけども、はい、学生が行きたいときにあっせんした、学校の先生がいましたよね、はい。はい、問題になりますね、はい。あの人自体もすごいチャンネルを持ってるらしいんです。あの人はもう、何をするにゃってあの頃は、ただただ叩かれてましたけれども、はい、あの、 あの人のチャンネルを利用したらどうだろうという話もあるぐらいですからね、うん、そのでも、まあ、外務省はプライドはあるんで、なかなかそういうチャンネルを使うというのはないかもしれないという意見もあったりね、はいいまあ。プライドとか言ってる場合じゃなく、うん、て、そもそもだって、ルートがなくて困ってるんでしょでも、この間までは、何をすんだゃあんな、うん、え日本の学生、そこに送り込むっていうのは、<laughs> どういうこと と,んじゃんとか言われてた人にいますただまあまあイスラム圏もほら結局この,あの宗教としてもバラバラになってますからどこにルートがあるか例えばこのペールワンっていうの猪木さんのペールワンっていうの私知りませんけど「ぜえ どのイスラム圏の中で認められたところで与えられているのか、あるその派閥だけで認められてて、こっちは反対側からすると、それは違うぞって言われてたりするのかとか、それによっても違ってくるでしょうしね。まあね、うん、どういう構宗教のどういう構造かいうことでしょうけども、アラーというものが放射線上にいろいろなものをね、はいろんな宗派があるとするならば、どんな宗派であっても、アラーというものに関してはね。 そこに立ち返らないかんのではないでもほら、宗派同士しは喧嘩しても、はい、こと、アラーに向かってはみんな同じやと。でも、アラーが言ってることの解釈が違うわけですから、はい、アラーはそんなこと言ってないとかっていう話で分かれていくわけでしょ、<ー>きっと。もしそうなら、やっぱりイスラム教もやっぱり、アラーという、よくあるじゃないですか、あのよくあの、なんかごちゃごちゃしたら原点に変えれと。うん、いろんな日本でも、あの宗派に分かれてますよ、仏教がね。はい、でも 釈迦はどういった、揉めたら釈迦はどういったというところまで戻るはずですよそのどういったの解釈、だからあれですよ、だってイスラム国うんぬんって言ってますけれども、多くのイスラム教の人たちっていうのは、あれはもう違うから、もう一緒にしないでくれって言ってる人も多数いるわけですよ。一神教なんですけどもね、うんあら 何人もいるんですか <laughs> <え>一つしかないはずですよね一つしかないです一言しかないはずなんですアラは。ねイスラム教に限らずその辺が宗教の難しいところで <laughs> <ー>一つの宗教でもその解釈の違いによって全く違う教えのになっちゃいますから、ね、小高さんの疑問じゃないですけど、うん、ペールワンというのはどれだけどの宗派に対してどれだけの力があるかというのもまた、うん、ラジオ聞いてらっしゃる方に教えていただきたいですよね、はい、そうすると猪木さんのチャンネルが非常に大きな力を、はい 持つかもしれませんしと、はい、というようよなことやら、まあ読んでも読んでもまたこれはねいくらでもこちらの方はゲンボイアデランスさんで、まあ、けん今回こういうことになった、うん、なってあかんなと言ってますが一応あの不人気に悩んでいたフランスのオランド大統領の支持率があのこの連続テロの事件後に急上昇していると。うん いいうことらしいですね支持率がが、ね、よ,よくやっ,てるというやってるということで、うん、オランドさんなんか今回はこう、いい目を見たというとあい、まあまあ、そういう,支持,いう支持率という面ではまとまるような感じになってきたということですかということ、うん、豊田の太郎さんはあの、ね、来月出張でフランスに2週間ほど滞在する予定なんですけどもね、はいはい、仕事とはいえ、やっぱりね、とこういうご意見は本当にそうだと思います。